はい、皆さんこんにちは。今日はリクガメの餌に関する話をしていきたいと思います。前回リクガメにあげても大丈夫な野草の動画っていうのをあげてるんですけど、この動画の中ではカラムシだったりクズの葉だったりでヤブガラシだったりを載せてるんですけど、そういう植物に似た毒草って世の中にいっぱいあるんですよね。で、僕も実際何回か間違えそうになったりしたことがあるので、今回はそういう毒草をまとめていきたいと思います。まず紹介する毒草はランタナという植物です。この植物カラムシによく似てるんですけど、実は毒があってランタニンという毒性成分が含まれてます。人間でもこの植物を食べると嘔吐や下痢などをするらしいです。花がこんな感じで結構特徴的なんで、まあ、こういう花を見たら注意しましょう。で、このランタナの後ろにアジサイが見えてると思うんですけど、アジサイも毒のある植物です。こんな感じの花で、まあ、知ってる人は多いと思うんですけど、実はアジサイにも物によって毒があるらしいです。僕も昔一回小学生の時やったかな、食べようとしたことがあって、で小学校の先生にすごい止められました。まあ、もちろん人間にも毒あるってことはリクガメにも毒あるんで、アジサイはあげないようにしましょう。で、次紹介する植物は山ごぼうという植物です。これも生え方が結構カラムシに似てて間違えやすいんですけど、毒あるんであげないようにしましょう。結構特徴的なブドウみたいな実をつけるので、それで見分けるといいと思います。結構いろんなとこに生えてるんで注意しましょう。で、次紹介する植物は野草とはちょっと違うんですけど、ジャガイモの葉っぱです。さつまいもの葉っぱはリクガメにとってすごいいい餌になるんですけど、ジャガイモの葉っぱには毒性成分が含まれています。ジャガイモを食べるときに芽取ったり皮むいたりすると思うんですけど、それには芽や皮にソラニンとかチャコニンっていうような毒成分が含まれているからです。葉っぱを近くで見たらこんな感じなんですけど、この葉っぱにはそのソラニンやチャコニンが含まれているので、リクガメにはあげないようにしましょう。で、次は里芋の葉っぱです。これもさつまいもと同じ芋なんであげれるかなと思ったんですけど、少し臭酸が多いみたいなんでカルシウムの吸収を阻害されるんであげない方がいいと思います。で、ちなみにこれがさつまいもの葉っぱです。さつまいもの葉っぱは他の野草に比べるとタンパクが少し多めなんですけど、でもいい餌になります。さつまいもを放置しておくと根が出てきて、で葉っぱが出てくるんで、僕ん家でも栽培してます。簡単に栽培できるんで結構おすすめです。で、次は少しさつまいもの葉っぱに似てるんですけど、これはドクダミっていう植物の葉っぱです。で、この植物薬にもなるみたいで、人間では漢方やあとはドクダミ茶にして飲んだりするらしいです。で、薬になるってことはそれだけあげすぎたら毒になるんで、まあ、ドクダミはあげない方が無難かなと思います。あとドクダミにはフェオフォルバイドっていう物質が含まれてて、その物質は光と反応して、で皮膚炎を起こしたりするらしいんで、まあ、そういう意味でもあげない方が無難かなと思います。さつまいもの葉っぱとよく似てるので気をつけましょう。で、毒ダミはこんな感じの花をつけます。結構特徴的な花なんで、これで見分けるといいかなと思います。あとは結構毒ダミ特有の匂いがあってめちゃくちゃ臭いんで、まあ、それでも見分けれると思います。次紹介する毒草はノボロギクという植物です。このノボロギク、キク科の植物で、でキク科の植物って結構食べれるのが多いんですけど、このノボロギクにはピロリジジンアルカロイドっていう物質が含まれていて、食べると人間でも中毒症状を起こすらしいので、リクガメには絶対あげないようにしましょう。見た目が結構野毛シと似てて、で見分け方としては葉っぱの形やあとは花のつぼみが、こっちのノボロギクはすごい密集してるので、まあ、そういうので見分けるといいと思います。で、次紹介する植物はカタバミという植物です。この植物クローバーに結構似てるんですけど、このカタバミには臭酸が多いのでリクガメにはあんまりあげない方がいいと思います。
シュウ酸自体がすごい毒になるってことはないんですけど、シュウ酸とカルシウムが結合してカルシウムの吸収を阻害するんで、シュウ酸の多い植物をあげない方が無難かなと思います。で、次紹介する植物はギシギシという植物です。これも結構いろんなとこに生えてて、で、見た目が少しだけタンポポに似てたりするんで、リクガメにあげれるだろうって思う人も多いと思うんですけど、これもシュウ酸が多いのでリクガメにはあげない方が無難だと思います。まあ、ちなみにこれも昔僕食べたことあるんですけど、すごい苦かった思い出があります。で、次紹介する植物はケシ科の植物です。もうケシ科の植物にもいろいろ種類があるんですけど、もうケシ科で一括りにして話します。ケシ科の植物はだいたいアルカロイドが含まれてて、で、中には薬になったりする種類もあるんですけど、だいたい薬になるってことは毒にもなるので、ケシ科の植物はリクガメにあげない方が無難だと思います。で、次紹介する毒草はツツジですね。ツツジは結構いろんなとこに生えてて知ってる人も多いと思うんですけど、ツツジの一種であるレンゲツツジっていう種類には毒が含まれているので注意しましょう。今映ってるのはレンゲツツジなんですけど、まあ、この植物には葉っぱにもで花の蜜にも毒が含まれているらしいので、絶対リクガメにはどっちもあげないようにしましょう。で、日本に生えてるレンゲツツジ以外のツツジは毒がないらしいんですけど、まあ、見た目が似てるんで見分けにくいんで、まあ、ツツジは毒があるって覚えておいた方がいいと思います。まあ、でもちなみに僕が小学生の時はツツジの蜜を吸うのにハマってて、どこ行ってもツツジを見つけたら蜜をチューチュー吸ってたんですけど、そのチューチュー吸ってたツツジがこのレンゲツツジじゃなくてよかったなと思います。まさに禁断の蜜の味ですね。もう二度と吸わないと思います。で、次紹介する植物は二輪草という植物です。葉っぱの形が結構特徴的で見分けやすいんですけど、この植物にもアルカロイドが含まれています。で、結構いろんなとこに生えてるんで、これもリクガメに与えないように注意しましょう。で、この二輪草に似た植物にこちらのトリカブトという植物があります。葉っぱの形がすごい二輪草に似てるんですけど、このトリカブトはめちゃめちゃ猛毒です。この植物にはフグ毒に似た毒性成分が入ってて、食べると多分死にます。なんで、まあ、こういう葉っぱの形を見たら、まあ、とりあえず毒草やと思ってリクガメには絶対あげないようにした方がいいと思います。まあ、人間でも食べると死ぬんで、まあ、絶対口にしないようにしましょう。こんな感じで毒草の紹介は最後になります。今紹介してないような毒草も世の中にはたくさんあるんで、見たこともないような植物をリクガメにあげるのはやめた方がいいと思います。しっかりその植物が何の植物かっていうのを分かった上でしっかり調べてあげるのが一番無難だと思います。まあ、一番最初にも紹介したんですけど、前回リクガメにあげても大丈夫な野草の動画もあげてるので、まあ、そういうのも参考にしてみてください。こんな感じで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。何か質問があればコメント欄までお願いします。それではご視聴ありがとうございました。